ストーン採石場にはブリトンの荷車が置かれてる。それを焼けばロドリに和平を迫れるはずだ。Thank you.
兵を増やすために捕虜を解放するようデオラフに頼まれ、シロプシャーのために戦え。サムシがそこをつきそうだ。本当に危機があるのか。何が見えるんだ。両方とも片付いた。これでロドリも正気に帰るだろう。アイバーがまた問題を起こす前にウェズベリーに向かおう。
Fick is geer verwerde mat koma anskota so. Shabelu risu nante kushiyaki de ii. Hidai. Well, Tima to farene. Mon quiste, that hatne, where a Driften Christ, what?
よかった。退屈で死にそうだったんだ。お前を閉じ込めた魔女ってのは？怖そうなおばあさんだよ。僕をウサギの煮込みにするって言ってた。助けてくれてありがとう。なあノーフェディシャ。この悪い子ちゃん、やってくれたわね。家がめちゃくちゃじゃない。この人は誰？騙されたんだよ。母さんのことを僕を食べようとしてる魔女って言ったら。よくもそんないたずら考えたわね。家を元に戻すのにだいぶかかるわ。すごく楽しかったね。え、私は魔女なんかじゃなくて優しいお母さんよ。だって閉じ込めでもしなきゃ鼻をほじる癖が治らないでしょ。ありがとね。アイバーだ。チェオベルトもいる。チェオベルト。多分かすかの草の匂い。違う違う。アイバー、チェオベルト。よう、エイボル。この王子に教えてたんだ。トールの加護があるとな。俺たちの勝利は間違いない。それで計画は？この村はあのアニールの野郎が仕切ってるようだ。ブリトン人に従うとどうなるか村人どもに思い知らせてやろう。全てを打ち壊し灰にしてアニールの首をかき切る。そうだろ小僧。残酷に戦いたいわけじゃありません。首を切るのはあなたに任せます。
炎と煙でロドリの和平への思いを温めてやるのが目的だ。ビルは重要じゃない。和平なんざままごともいいとこだ。まあ好きにしろ。ああ血がたぎる。今すぐ突撃して血しぶきをまき散らそう。気づかれないように進んだ方が時を稼げる。へえ、俺は派手にやりたいのに。まあいい、お前が決めろ。静かに行こう。武装したブリトン兵全員に出迎えてもらう必要はない。俺はここに突っ立ってよだれを垂らしながら待ってりゃいいか。チェオベルト、この老人の思い出話を聞いてよだれを拭ってやれ。俺は我慢が苦手でな、エイボル。静かに片付けないならレデチェスターの時みたいに飛び入りするからな。俺たちは後方で砂絵でも描いてるさ。だが急げよ、俺の血がうずいてる。兵士たちを排除すればロドリの支配は弱まる。
しい。見てみろ、これこそ最高傑作だ。エイボル、チェオベルトの戦いを見たか。随分頼もしくなった。勝利に感謝、そして命を奪ったことをお許しください。チェオベルト、あんな神が何だってんだ。勝ったんだから笑え。私は嬉しくはないです、アイバー。エイボルと俺はこのために生きてんだぞ。剣の歌、血の煙、骨が砕ける音にむき出しの歯。ここにはかつて村があった。素朴な民が働き、賭け事をし、騙し、笑い、交わり生きてた。我らがそれを焚き木に変えた。人は死ぬか土地を追われ、そして村は灰になった。おいおい、俺たちはノース人だ。戦は天命だろ。チェオベルト、お前の気持ちはわかるが、この勝利には意味がある。そうだろう。うん、とにかくロドリから早く和平の言葉を引き出したい。彼はどうすると思いますか。ロドリは炎を目にし、ウェズベリーの壊滅を聞くはずだ。あの野郎は竜以外には負けんと抜かして、俺たちでその真偽を見極めてやろう。求めてるのは平和だ、アイバー。復讐じゃない。納得できないならレプトンに帰れ。お前はロドリを分かってないんだ、エイボル。奴は姑息で嘘つきなクソ野郎だぞ。もう十分です。少し心を落ち着けたい。じゃあ酒でも飲め。いえ、アイバー、真の安らぎが欲しいんです。森を散策するか、それか釣りでも一緒にやりませんか。釣りだと？お前の芋虫を水たまりに沈めたいのか。近くに小さな池がありました。どうですか。一息ついて頭を冷やすのも悪くないな。すぐそこです。釣りはすかん。どこが面白いんだ。魚は死の恐怖を与えてはくれないぞ。うなぎを釣りましょう。レオラーさん、豚のうなぎを入れたリラクサのスープが好きなんです。俺はいい、楽しんでくれ。待ってる魚が多い。
させて。さすがですエイボル、つなぎだ。またうなぎだ。もう少しでスープに足りる。だけあれば十分です。フェオラー知識をも喜ぶアイバーにも見せましょう。村の制圧より時間がかかったな。でも十分取れました。司教も喜ぶでしょう。そのボンクラが来たぞ。おや、勝利を祝うにしては何とも風変わりな。とはいえキリストもまた魂の領主と言えることでしょう。司教、十分取れました。ありがとうチェオベルト。気が重くてかないません。多くの家が焼かれました。再建に何年かかることか。こいつの戦いを見せたかったぞ。きっといい大衆になる。獰猛で恐ろしい大衆に。むしろ正しく公正でありたいですが、感謝します。先ほど知らせを送りました。ロドリオがまた和平を考えてくれると良いのですが、弟君のことは。結果的にはいい方に転んだ。見ててみろ。ブリトン人は子犬のように慈悲を乞うぞ。戦いは終わったが、まだ交渉は始まってない。その席に誰を送るかよく考えないとな。次の段階が最も肝心です。クアッドフォードでのことを考えればアイバーはいない方が良いかと。隠れてろだと？ここまで貢献した俺に引っ込んでろってのか？司教の言う通りだアイバー。あんたは戦士であって交渉人じゃない。ああそうかい狼傷。俺はロドリを知ってる。奴がどんな手口を使うかもな。忠告はしたぞ。俺の兵を聞いたらあの野郎への歓迎だと思ってくれ。彼の誇りを傷つけました。癒せる方法があるならぜひ教えてくれ。彼は誇りのせいで気難しく短期ですぐに手が出るけれど、素直な心もある人です。アイバーのためにイノシシを飼ってきます。一緒に火を囲んで戦の話でもすれば彼の機嫌も治ります。司教、我々はロドリの到着に備える必要がある。兵たちを呼んでここに陣を張ろう。
和平か、あるいは戦か、まだどちらとも言えません。今は待たねば。待つのは嫌いだ。全ては神の御心次第。祈り、ひとときの休息に感謝しましょう。ブリトン人が来た。休息は終わりだ。こっちへ、大菓子のそばに。チェオベルトはどこに？未来の大使として彼にも参加してもらわなければ。確か彼にイノシシを狩るとかで。それは随分前のことでは。待ってはいられない。すぐに和平を結ばなくては。アンハラド王妃、ようこそ。和平の話し合いに来ました。それは良い知らせです。ですがロドリオはいずこに？彼は城です。私がそう願いました。人殺しのアイバーを刺激しかねないので。その人殺しなら天幕に留めてある。どちらも戦に飢えた連れ添いに苦労しているわけですね。どうやら同じ考えだったようです。ええ、慎重になるのは当然です。これこそ神の恩恵でしょう。ようやくこの戦を終わらせることができます。我が民はもう十分に傷つきました。そっちの提案は？歴史的な国境まで我が国の全兵士を引き上げさせます。こちらから求めるのは用意をし、カウストー城を出るまでの猶予だけです。その代わり一切の敵対行為をやめるとの約束をお願いします。寛大な条件だ。停戦に合意しよう。そのように。素晴らしい。時をかけずに良い結論が得られた。あなたの王に神の祝福を。私からも感謝を。見事な戦でした。次は平和を築けるよう願います。エイボル、争いが起きる前、和平に役立てるための銀をあなたからいただきましたね。和平は別の形でなりました。あの銀はささやかな贈り物にしてお返しいたします。どうぞお受け取りを。見事な細工だ王妃。ありがとう。あんたに祝福を。信じられない思いです。私の目の前で長年にわたる殺し合いが終わりを迎えた。ここまで大変だったろう、司教。チェオベルトに良い知らせを届けなくては。見かけたら伝えてほしい。探しに行ってくる。どれくらいは知ってるはずだ。チオベルトはどこだ？王子の行方なんかいちいち見張ってない。他のやつに聞いてくれ。チオベルトを探してる。見てないか？最後に見たときは矢尻を研いでた。チェオベルトを見てないか？兄が最後に見たな。完全に酔いつぶれてるな。平和を祝ってる。先に始めてた。起きろ。ああ？チェオベルトはどこだ？チェオベルト、他に見たやつはいないのか？兄だけだ。目を覚ますまで待たなきゃダメだな。よくこんなに酔いつぶれるのか？そりゃもうしょっちゅうだ。週に2回、3日に1回、4日に1回、日曜日には2回だ。で、酔いを覚まさせたいときはどうする？誰にも言うなよ。前に何度か急ぎの用があったときは湖に投げ込んでやった。試してみるか。何か起こす方法はないのか？
目覚めか。おい、なんてことしやがるんだ。チェオベルトを探してる。やわなサクソンの坊主か。次の大衆だ、見たのか。アイバーや他の連中のために獲物を取ってくるとかなんとか言ってたぞ。それは知ってる。場所はどこだ。この近くの洞窟の入り口あたりだ。小川をたどって山に向かえ。ここから南だ。その情報で十分だ、礼を言う。息をしろ。私は喋るな。傷がかなり深い。スカニ竜、そんなブリトンの紋章だ。持ちこたえろ、チョベルト。お前の最後の言葉を待つ者たちのもとへ連れ帰ってやる。さあ帰るぞ。
喋るな、チュアベルト。皆の元に着く。よし、この方が早い。息をしろ、チュアベルト。もうすぐだ。エイボル、何があった？嘘だろ、嘘だ。このバカ野郎、一体何やった？洞窟で倒れてた。狼の仕業だ。アイバ、大丈夫だ、喋るな。アイバ、斧を持ってこい、早くしろ。アイバ、斧だ。斧なしでも彼の神は受け入れてくれる。お前の神の元へ行け。ヴァルハラから歌を送ってやる。狼のわけがない。何があったか教えろ。再び戦が始まる。何？あいつはこれで殺された。ブリトンの探検、ロドリカ。でもなぜ？あんた王の弟を殺した。奴がそれを忘れると思うか。やっぱりな、奴はペテン師だと言ったろ。和平なんて求めてない。血の代償は血だ。デオラフシケよ、こっちだ。どんなに壁が高かろうと無駄だ。奴の肺にこの探検をぶっ刺してやる。それならすぐに攻撃だ。ロドリには北総への間も与えない。情けは捨てろよ、狼傷。お前はレオフリスに慈悲をかけた。ロドリは必ず殺すぞ。間違って。主よ、一体何が？チェオベルト殺された。主よ、すべての罪を許し、彼の魂を救いたまえ。遺体は父の元に送ってやれ。キリスト教の埋葬を望むはずだ。アンハラド王妃は、ロドリはカウスト城にこもってると言った。嘘か口を滑らせたのかはわからないが、とにかく突き止めるぞ。城の近くに陣を敷けそうな場所がある。一緒に偵察しよう。いい案だ。すぐに行こう。分かった。だが忘れるな。ロドリをやるのは俺だ。